マジで飛ぶのかよこれ。こ、怖いよ。ここは高さ40メートルの橋の上。僕たちのクラスは今日世界史の課外授業で山奥の渓谷に来ている。いいね、ゾクゾクするじゃないか。さあ今日の10人は1から10までの数字から好きな番号を選びな。担任の佐渡原先生の提案でスリルバンジーを行うことになったのだ。先生曰くこれも授業の一環だという。そして先生が事前に選別した10人の生徒が位置についた。3 なんでこんなことを。2怖いよ。先生は有無を言わさずカウントダウンを始めて、1バンジー。このバンジーで助かるのは一人だけ。ロープは暗幕によって隠された逆側の鉄柵から伸びていて、紐くじの要領で先生がカラビナを取り付けた番号だけが当たり、つまり落下を免れることができるんだけど、助かった。いやー、一つを除いて他は全て外れだ。生き残れるのは10分の1。これが先生が考案した魔のゲームスリルバンジーだった。ハクション最悪。助かったぜ。幸い今日の10人は無事に川から上がってきたようだったけど。そして数日後、いやー、こりゃスリル満点だな。300メートルはさすがにヤバくね。高すぎるよ。先生は今度は高さ300メートルの橋の上に僕たちを連れてきた。先生さすがに危険だよ。もし誰かが怪我でもしちゃったら、っていうかこんなの世界史と全く関係ないじゃないか。僕は南翔太、高校3年生だ。僕は思わず先生に抗議してしまった。いいじゃねえか、スリルがあってよ。またスリルスリルって。僕たちの担任の佐渡原先生はアドレナリン中毒なんだ。絶え間ないアドレナリンの探求。どうだ翔太、快感だろ。怖いよ。僕は先生が作ったエクストリームスポーツ部に所属させられている。パルクールにゾーブ、デュアルスノーボード。エクストリームスポーツとは過激なスポーツの総称だ。脳内でアドレナリンが生成されると多幸感を得られる快感物質が分泌されるそうで、先生はあえて危険なことにチャレンジしたり、安全よりもリスクを優先するんだ。そのせいで僕は部活のたびに怖い思いをしていた。先生は部活だけじゃ飽き足らず、最近ではクラスのみんなにまでスリルを味わわせようとしてくるようになったんだ。もうやめてよ、先生の変な趣味に巻き込まないで。そうだよ、俺こんなことのために高校に入学したわけじゃねえし。この時みんなの不平不満が爆発した。当たり前だ、こんなことをしても僕たちにとっては何のメリットもないんだから。だけど単位、え、拒否するならこの授業の単位は上げられねえな。出た。先生はよく僕たちが抗議をすると単位を引き合いに出してくるんだ。僕がエクストリームスポーツ部を辞められない理由もそれだった。留年なんてごめんだから。それを言われると僕たちは何も言えず。それによ、俺はお前らに教えてやってんだぜ、スリルの快感ってやつをよ。ほら、お前らもこっち側に来いよ。そういう先生の顔は完全に決まっていた。先生はこんなことをして自分の部活に適性のある生徒を選別しようとしているんだ。ダメだ。話にならないわ。さあ、今日の10人の挑戦を開始しようか。その時、無理だよ、私小さい頃から高いところが苦手で。クラスの高所恐怖症の女子が泣き出してしまった。おや。だけど先生は最高にいやらしい顔をして、そりゃいい。先生、山田さんは高所恐怖症なんです。せめて山田さんだけでも見学に。僕は必死に先生を止めたんだけど、恐怖が強ければ強いほどきっと乗り越えた後の快感はすげえぜ。お前ハマっちまうかもな。無論飛べなきゃ単位はなしだからな。先生は相手が高所恐怖症でも許してくれる気はないようだった。その時だ。俺がやるよ。石木くん。クラスの男子石木くんが現れた。俺が山田さんの分も2回飛ぶ。それならいいだろう。なんだよ意識、ヒーロー気取りか。気に入らねえな、まるで先生が悪者みたいじゃないか。俺もあんたと同じでスリルが好きなだけだ。いいだろう。そうだな。それでは意識、飛ぶのはお前一人だけだ。それなら承諾してやる。そっちの方がスリルがあるだろう。何言って。先生はさらにスリルを増すための交換条件をふっかけてきたんだ。もちろん構わない。意識くん、
だけど石木くんはあっさりと先生との1対1の勝負を引き受けた。大丈夫か石木くん。ああ大丈夫だ。石木くんがハーネスの準備をしているその時だ。ここで追加ルールを発動。何？先生が突然声高に叫んだ。俺はさらにスリルを追加するぜ。スリルの追加？何言ってるのよ一体。意識、もしお前がハズレを引いて落下したら無条件でお前ら全員退学だ。先生はとんでもないことを言い出したんだ。意味わかんねえよ。なんで私たちの退学まで。もちろんみんなは全力で抗議したんだけど。その方がスリルが増すだろう。なあ意識。ハズレを引いたら紐なしで300メートル下の川へダイブするバンジージャンプ、さらにクラス全員が退学になるというおまけ付きだ。しかも当たりは10分の1しかなかった。石木君、やっぱりやめた方がいいよ。こんなの僕らにとって不利なだけだ。先生はきっと石木君が引き下がると思ってるんだ。山田さんをかばって前に出た石木君に恥をかかせようと。だけどいいぜ、やってやるよ。そういう石木君の目は燃えていた。そんな。石木君がハズレを引いた場合 G エンド、つまり 90% の確率で僕たちは全員退学になることが決定したのだった。いい覚悟じゃねえか。面白くなってきたぜ。ならもっと面白くしてやる。だけど今度は石木君が、俺もスリルをもう一個追加してやるよ。俺が当たりを引いたら先生が退学ってのはどうだ。何？こんな条件を先生に提示したんだ。俺が退学だと？それでも当たりは10分の1。俺が不利なことには変わりない。それにそっちの方がスリルがあるだろう。来た。俺は今ここ数年で一番のスリルを感じていた。俺の脳がこれまでにないほどの快感物質を分泌させていたのだ。いいぜ意識、受けて立つ。ゾクゾクしてきたじゃねえか。そしてさあ、俺は今この中の一つにカラビナをつけたぜ。運命の時だ意識。1から10までの数字がついた紐を1本選びな。意識君、全ての運命が決する紐選び。さあ当たりは10分の1だ。くれぐれも慎重にな。頼む、当たりを引いてくれ意識君。10本の紐は全く同じ見た目をしている。どれが当たりか外れを見分けることなんて不可能だ。これは完全なる運ゲームなんてな。実は当たりは存在しねえぜ。そう、俺は全ての紐を外れにしていたのだ。これで 100% の確率で意識は落下し、クラスは全員退学する。さすがに職を失うのは嫌だからな。まあ俺に理解を示さん生徒など一人もいらんし。これだ、これに決めたぜ。おお、どれどれ。そして一式が選んだのは7番。ラッキーセブンときたか。ずいぶん安直だな。本当にそれでいいのか。選び直すなら今のうちだぞ。いや、これでいい。そしてそれじゃあ行くぜ。クラス全員の退学をかけた運命のカウントダウン。3 マジで俺たち退学になるの。2一式くん、お願い一式くん。1バンジー。そして石木くんは踏み出した。俺を悪者にしてカッコつけたが最後、後悔しても遅いぜ石木。さよならだ。そして次の瞬間、何？なぜか俺はものすげえ力で橋口に引っ張られた。先生、なんだ？俺のベルトにかかってやがるカラビナが。そう、いつの間にか見覚えのねえカラビナが俺のベルトループにかかっていたんだ。そしてそれは落下する意識の紐とつながっているようで、俺はその衝撃で柵に首が挟まっちまった。一体どういうことだ。俺には今自分の身に何が起こっているのか全く理解ができなかった。ぐ、どうなってんだ。何が起きたのよ。やっぱりな。そしてその時、意識？さっき橋から飛んだはずの意識が姿を現したんだ。どうして？一体どうなってるんだ。当たりなんて一つもなかった。そうだろう。ふざけるな。何を根拠にそんなデータラメを。これを見てくれ。そして意識くんは鉄柵にかけられた暗幕をまくった。これって、
9つの紐の先のカラビナはどれも鉄柵になんかつながっておらず、不正じゃないか。最低。スリルスリル言っていた先生は自分だけ絶対に助かる安全策を講じていたんだ。でもお前なぜここに。さっき先生と接触した時、俺は先生のベルトループに自前のカラビナを引っ掛けたのさ。つなぎの中に2本目のバンジー紐を忍ばせてな。これでたとえハズレを引いても俺は落ちない。先生がロックしてくれるからな。そしてあらかじめ橋の真下にスタンバイしたレンタロウが振り子の原理で俺をキャッチ。はぁ、なに、もう一人いたのか。あんたが今日この橋でスリルバンジーをするって情報は事前に知っていたからな。それから俺は逆側から橋の上によじ登ってきたのさ。全ては先生の不正を暴くためにな。何？あんたは我が身可愛さに不正をして自分の生徒を退学にしようとした。ちゃんと証拠は取ってるぜ。校長に報告させてもらうぜ。そう、一色くんはわざと先生を挑発して先生が不正を働かざるを得ない状況を作っていたんだ。僕が便利部に依頼をしたから。先生、今度は 300m の橋でスリルバンジーをするって言ってて、先生を止めないといつか誰かが怪我をしちゃうよ。最初から当たりをなくすなんて、あんたは教師としてもスリル好きとしても失格だ。うわ。そして便利部は証拠を全て校長に提出。わざとクラスメイト全員を退学にしようとした先生はこの一件が決め手になり懲戒免職され、教員免許も剥奪されることとなった。これから俺はどうすりゃ。だがこの生活がギリギリな感じたまんねえぜ。便利部の活躍によって学校に平和が訪れたのだった。